どうしたんだそんな顔して。あ、朝日さん、その実は。へえ、メイド喫茶からスカウトか。まあここで働いてたら副業できないもんな。いえ、副業は問題ないんです。それに働く時間も問題ではないんです。それじゃあどうして。それはカナト、まあなんか理由があるんだろ。だったら断らないとな。はい、お断りしたいのですが、どこのお店なのかわからないんです。毎日が元に戻った時のためにどこのお店だったか知っておきたいんです。だったら探しに行こうか。ありがとうございます。で、声をかけてきたのはどんなメイドだったんだ。語尾にニャンがついてました。ってことはあそこしかないな。電気街口のニャンドリーミーへ行こう。やっぱりここだったか。もしかして働いてくれる気になったかにゃ。いえ、そういうわけでは。にゃにゃにゃ。朝日さん、少しだけ席を外していただけませんか。え、いいけど。仕方ないにゃ。こっちこそ勘違いしてごめんにゃ。いえ、勘違いさせちゃったのは僕の方ですから。それでは失礼しますね。すみません、お待たせしました。何話してたんだ。それは秘密です。ま、それなら仕方ないな。これでいつかちゃんと断れるだろう。ごめんなさい。実は誘われたのはここだけじゃないんです。なんだ、人気だな。でも断るんだろ。で、そこの店はわかるのか。いえ、それは。だけどどんな人だったかは覚えています。とっても元気のいい黒髪ロングの可愛らしい子でした。もしかしてなんとかすとか言ってなかったか。あ、はい、そうです。きっとその子だと思います。だったら心当たりがありすぎる。ならだったら中央通りにいるだろう。買い物してくるわ。ごめんなさい。どうしたっすか。マジっすか。はい、マジです。だからごめんなさい。大丈夫っすよ。そのくらい気合でなんとかなるっす。え、さすがにそれは。しょうがないっすね。残念っすけど諦めることにすれっす。本当にごめんなさい。話は終わったか。はい。だけど一体何を。もう朝日様は分かってないっす。
乙女に秘密はつきものすから。それじゃ自分は仕事に戻るっす。でこれで終わりか。あともう一箇所だけ。それじゃそのメイドさんの特徴は。場所だけは覚えています。ジャンク通りで声をかけられました。とりあえず探しに行ってみるか。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。あ、多分あの子だと思います。この前の。はい、この前お声掛けいただいた早乙女かなたです。もしかしてうちのお店で働いてくれる気になった？それは。それじゃあ暇つぶしてくるわ。ちゃんとどこのお店か聞いとくんだぞ。はい、ありがとうございます。なるほどね。だけどうちはそういうの気にしないよ。そういう子ね、何人か働いてたりするんだ。むしろ大歓迎だから。だけど。うん、もちろん。まああなたさえ良ければだけどね。ごめんなさい。それでもやっぱり恥ずかしいです。そこまで嫌なら無理に誘うことはできないね。だけど気が変わったらいつでもおいで。ちゃんとお店は聞いたか？はい、大丈夫です。深淵迷宮というお店だったみたいです。なんだあそこか。男装の子とかもいるお店だっけ？え？どうしたんだ？いえ。カナタ？ごめんなさい、なんだか内緒ばかりで。話したくないことの一つや二つ、誰にだってあるもんだよ。だけど朝日さんは付き合ってくれましたし、やっぱり黙っておくわけには。話してくれるのか？僕はやっぱり無理です。仲のいい人には。ごめんなさい。カナタのやつどうしたんだ？ま、仲がいいって思われてるならそこは素直に喜んでおこっかな。させてもらえませんでしょうか？え？お礼って？この前一緒にメイドさんを探してくれました。そのお礼です。そんなお礼なんていいのに。どんなことでもします。どんなことでも？朝日さんはどんなことをされたら喜んでもらえますか？ああ、何でもって言われても。どんなことでもいいんです。例えば、秋葉原案内とか。え？もしかして秋葉原案内くらいじゃダメでしょうか？ああ、いやありがとう。それじゃあ案内してもらおうかな。はい、喜んで。だけどどこを案内してくれるんだ？でしたら僕なりに案内させていただけたらと思います。まずは中央通りのホスマップの横です。行きましょう、朝日さん。アパレルショップっち、オイラ用も売ってるっち？セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。こちらです。ここって何の変哲もない場所だけど。ここ地下闘技場への入り口なんです。は？
地下闘技場？本当にここにあんのか。噂でしかありませんが、メイド業界でとある噂がささやかれてるんです。とあるメイドさんが空手の達人で、その親は危険な裏社会の人間なんだとか。で、どうやらその裏社会の親御さんがここで地下闘技場を営んでいるらしいんです。そんな嘘だろ。ですが噂のメイドさんもよくここを出入りしてるって目撃情報もあるんです。まあ知らない方が良かった気がする。それじゃ次へ向かいましょう。電気街口のレディオ会館の裏手です。パソコンを強化しろっち。オイラお守り。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。妄想球っち。朝日さん、着きました。着いたってここ？普通のビルみたいだけど。実はこのビルの一室に秘密の病院があるんですよ。秘密の？なんでも天才的な闇医者の病院で、法外な金額さえ払えばどんな手術をも行うそうです。いや嘘だろ。どうなんでしょうか。僕もお世話になったことはありません。ですが病気も怪我も綺麗に治るし、見た目を別人に変えることもできるそうです。だけど治せないものもあるんです。コノト、次の場所に案内します。朝日さん、ジャンク通りの路地裏へ行きましょう。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。妄想球っち。朝日さん、最後はこちらです。鉄道模型って書いてあるけど、ここもあれなのか。はい、表向きは鉄道模型、裏向きは闇の武器屋さんなんです。まさか日本刀とかライフルとかハンドガンとか売ってないよな。はい、売ってますよ。なんでも裏で仕入れたそうです。危なすぎるだろ。ですが、なんでも店主が気に入らないと売ってもらえないみたいなんです。その店主どんなやつなんだよ。ドクロのお面をつけた方です。もしかしてそれって。へい、らっしゃい。この人です。うん、知ってる。なんだ、私の店に用か。お前になら売ってやらないこともない。いや、お断りします。そうか、それは残念だ。と言っても今店は改装中なんだ。だがちょうどいいな。お前ら、私の店の改装を手伝い。カラダ、逃げるぞ。はい。はあ、逃げ切れたな。朝日さん、大丈夫ですか。カナダこそ随分余裕そうだな。だけど女の子に体力で負けるなんて。どうしたんだ。それより僕の案内喜んでいただけたでしょうか。まあ面白かったよ。でも知らない方がいいこともあったけど。やっぱり知らない方が幸せなこともあるんですよね。ん、もしかして何か変なこと言ったか。いえ、なんでもないです。コノト、何を見てるんだ。朝日さん、それは。おお、秋葉原萌えプリンセスコンテスト。はい、そうです。毎年この時期に開催されているんです。ああ、それなら知ってる。なんだ、出場するのか。カナダならいい結果残せると思うぞ。うん、
俺が保証する。うん、リユも保証します。カナタさんスタイルもバッチリですし、そうだ、せっかく出場するならやっぱり衣装を用意しないとですね。え、衣装？リピョン作ってくれるのか？はい、もちろんです。カナタさん、どんな衣装がいいですか？それはお悩みでしたら、お洋服を一緒に見に行きましょう。だったらソルジャーズゾーンでも行くか。カナタ、行くぞ。待ってください。で、行っちゃったわよ。どうするの？あけみさん、このチラシ配るために見てたんです。いい機会じゃない。ほら、自信をつけるチャンスかもしれないわ。だから、行ってらっしゃい。はい。アパレルショップ。よし、着いた。じゃ、早速彼方の衣装を見に行こう。ストップです、朝日さん。え？衣装は私たちで見に行くわ。こういうのはね、男がいない方がいいの。ふん、まあいいけど。それじゃ、行ってらっしゃい。アサヒ、スネルナッチ、オイラたちに任せとけっち。ピン君も留守番よ。ちぃ。じゃあ、俺たちはカメラを調達してくるよ。やっぱり綺麗に撮らなきゃな。わかった。終わったら連絡する。それじゃ、行ってくるわね。オイラも行くっち。ピン君、お前は俺と一緒だ。いやだっち、オイラもカナタのお着替え見たいっち。はいはい、それじゃあ中央通りのホスマップに行くぞ。アパレルショップっち、オイラ用も売ってるっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。着いたのはいいけど、俺カメラ詳しくないしな。だったら俺が選んでやるよ。なんだ、詳しいのか。ありがとう、よろしく頼むよ。これでいいだろう。レイジ助かったよ。お、リッピョンからだ。よかったな。それじゃあスミレのエデンでお茶を。それじゃ、さっさと戻るか。妄想キュッチ、一丁入っとくっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。よかったな、ちょうどいいのが見つかったみたいで。これなら絶対に似合うはずです。そんな。その衣装見たいっち、生着替えっち。え、生着替え？それもそうね。ちょっと一回着替えてみてくれる？あ、もちろん向こうの部屋で。当然ピン君は立ち入り禁止よ。もう知らねっち。それじゃ、行きましょう。はい。ちっちっち。ピン君、覗き穴とかないからな。ちっ。わあ、足とっても綺麗ね。ちっ。なんだよ、丸に声じゃん。まあ、そんな隠さなくていいんですよ。でも、ウエストも細いわね。これなら入賞間違いなしね。だけど、カナタさん？ん？どうしたんだ？アサヒ、これを見てみろ。
書きかけの応募書類だ。え、あれ、これ間違いじゃないのか。性別欄のことか。うん、だってこれ、嘘でしょ。嘘だろ。そういうことなら仕方ないにゃ。こっちこそ勘違いしてごめんにゃ。いえ、勘違いさせちゃったのは僕の方ですから。大丈夫っすよ、そのくらい気合でなんとかなるっす。え、さすがにそれは。それじゃあ、カナタが断りたかった本当の理由って。ですが、病気も怪我も綺麗に治るし、見た目を別人に変えることもできるそうです。だけど、治せないものもあるんです。カナタが治したかったことって。まあ、面白かったよ。でも、知らない方がいいこともあったけど。やっぱり、知らない方が幸せなこともあるんですよね。知らなかった。あの、皆さんにはまだ内緒にしておいてもらえませんか？はい、もちろんです。もう知っちゃったよ。レイジは知ってたのか？当たり前だろ。だってここはスミレのエデン、カナバーだ。こんなに可愛い子が、女の子のはずがなかった。